はい、皆さんこんにちは、エソヤ系代表の北野です。今回はですね、あなたが SNS 集客に挫折した3つの理由、そしてその後の対策というテーマでお届けしていきたいと思います。で、この動画っていうのをですね、まあ過去に SNS 集客だったりとか SNS を使ったマーケティングを、高額を払って習ったけども、いまいち効果が実感できなかったりとか、 SNS 集客マーケティングをやってみたけれども、途中で挫折してしまったとか、やり方がわからずにとかね、難しいと思ってやめてしまった、そういうねことって結構あるんじゃないかなと思うんですね。まあ、昨今 SNS マーケティングを教えてる業者とかっていろいろなところやっぱ増えてきましたので、そういう方結構多いんじゃないかと思うんですよ。で、なった時に、なぜあなたの SNS マーケティングってこれは本当にちゃんとやればですね、ものすごい集客力があって、そしてですね、しっかりと売上受注とか来店直結する、そういったマーケティングを作ることは十分可能であると、まあ、いうのはですね、実際我々もそうですし、弊社のですね、うちのクライアントのね、実績のお声としてもそれを体現していると思うんですけど、これぐらい素晴らしい SNS マーケティングをね、しっかりと活用していけば、それだけね、素晴らしい世界が待っていると結果を手に入れることができる。だけどなぜあなたはうまくいかなかったのか、過去にそういう失敗経験があるとかね、挫折したいことがあるよという方はですね、なぜ自分がうまくいかなかったのか、それをしっかりと見極めることによって、じゃあ今度どういうふうにして実践をしていけば先生しっかりとものにすることができるのかというのが、この動画でねバシッと丸分かりしますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ではまず1個目の理由を話していきます。これはね、正しいやり方を知らなかった、もしくは正しいやり方をたまたま教えてもらう機会がなかったということになりますと。まあ、一個目はよくね、まあ、YouTube を見ながらとか、無料の情報を手探りしながら、SNS を、まあ、インスタがいいからなんとなくやってみた、Twitter がいいからなんとなくやってみた。それでうまくいくんだったらみんな成功してますよって話なんです。当たり前ですよね。だって、例えばね、これブログとかもそうだし、メルマガとかも、じゃあメルマガ今いいらしいよって言って、じゃあ私もやってみたって言って、それでうまくいくんだったらみんな億万長者ですからね。じゃないわけですよ。やっぱりメルマガ、まあ一昔になったらメルマガの時代はメルマガの正しいちゃんと成功法、ノウハウっていうのがありましたよね。ブログもそうですと。で、インスタもそうです。で、こういった SNS のノウハウっていうのは僕ら全部構築しているわけなんだけども、こういったちゃんとした正しいやり方を知らずに独学でやると、やっぱりですね、独学だと 100% 成功しないよとは言わないけども、めっちゃ時間かかるわけですよね。で、それこそですけども、ビジネスっていうのは特にベンチャーとかもそうです、中小もそうですけど、スピードが命なんですよ。スピードが命で、このスピードがなければやっぱ大手には勝てないわけなんですよね。だからスピードが命です。これ個人事業主の人も一緒なんですけども、で、例えば初めてです、これはビジネスを起こしてやっていくとか、初めて SNS マーケティングをやっていくってなった時に、自分でそれを使いこなすのにあれやこれやね、時間をかけて、全くのゼロからですね、いわゆる完成した iPhone を粉々にして、それを自分でもう一回一から組み立てるって結構大変じゃないですか。でもそこにiPhone の組み立て方のマニュアルっていうのがですね、あると。それを見ながら組み立てたら、多分、ものの半日から1日ぐらいで iPhone って多分修復できると思うんですよね。バラバラの部品を組み立てることができると。これ料理も一緒ですと。初めてラタトゥイユって料理見たことない人ってラタトゥイユ作ってください。いや、作れませんってなるけども、そこにレシピがあって食材があれば、まあある程度、それ見ながらだったら、フレンチのシェフとまで言わないまでもそこまで、それほどある程度うまいものができると。まあいう話がありますけども、これと全く一緒で、テンプレートがマニュアルがあれば、もう先人はそれ作ってるんですね。で、それが例えば、まあうちでもいいし、うちじゃなくてもいいんですけど、弊社の場合とかでも創業当初からね、このインスタ映えをしないインスタ集客法っていうのを業界でいち早くそのインスタグラムに文字を入れるっていうのを業界初でねやったことで、まあ、すごい反響いただきまして、問い合わせもたくさんいただいた時期があるんですけど、その時から僕らっていうのはずっと自社でインスタグラム合計数百アカウント以上っていうのを、ね、自社運用してます。これは、ツールとかシステムを使わずにね。そしてしっかりとそのノウハウって蓄積していってるから、そういったマニュアル口の場合にあるわけですよ。そういうめんどくさい作業っていうのは、まあ、僕らみたいなマーケティング会社っていうのがやってるとこありますので、もうそういうとこに聞いちゃったのは結構早いと思います。それで正しいやり方、例えばインスタグラムっていうのも闇雲にフォロー申請をしたりとか、闇雲にコメント周りをしても意味がないんだなっていうのも分かっていただけると思うし、インスタグラムのストーリーではどういう投稿を上げていった方が実はね、お客様の購買欲っていうのを爆発的に高めることができるんだろうなとか、もうそういうの全部うちらがテストしてデータ取って、常に最初のを毎月毎月アップグレードしたものがあるわけですよね。それをぜひ使ってほしいなというふうに思いますし、頼ってほしいなというふうに思います。はい。で、あとはね、教えてもらえなかったっていうのはあるんですけど、まあ、例えばね、以前高額払ってコンサル受けたよっていう場合でも、その人がたまたまですね、最新のやり方っていうのをキャッチアップしてなかったがゆえに、ちょっと古いやり方やっちゃってたっていう場合もあるんですね。そう、それが二つ目の理由で、SNS のノウハウ自体は、お金を払って学んでたんだけど、そのノウハウ自体が古かったパターン。まあ、これ2年前の SNS のノウハウは、未だに高額で教えてる塾とかスクールとかって中にはあったりします。どことは言いませんけども、実際僕は見ました。ありました。で、こういうところが業界ではありますので、これはちょっと気をつけてほしいなと思います。ただ、そうは言ってもね、全くのゼロから SNS をやっていきたいよとか、むしろ SNS 初心者ですとか、機械苦手ですとか、そういう方が結構、経営者の方とかね、うちの学科とかですね、弊社の、来ていただくこと結構多いんですけども、そういう方
もしっかり結果を出していただいてるってどういうことかっていうと、やっぱり最新のやり方で、難しいことはうち教えないです。もちろん SNS って奥が深いので、今だったらこうやるとすごいいいよっていうのがあるんですけど、それも再現できなかったら結局机上の空論で終わっちゃうでしょっていう話になっちゃうわけなんですよね。机上の空論で終わっちゃうでしょと。だからちゃんとうちのクライアントのキャパ的にとかスタッフの人員的にそれが可能なやり方で、最初のやり方で御社の売上にアップにつながりますよっていうやり方を凝縮してお伝えさせていただいているという形になるんですけど、やっぱ SNS っていうのもやっぱりですね、そうは言ってもノウハウの新しい古いっていうのがあって移り変わりが激しいんですよね。なのでよく SNS ではこれ覚えてください、半年前のノウハウは古いと言われるぐらいですね、 SNS ってノウハウの移り変わり激しいと。だから我々っていうのは弊社の場合はめちゃめちゃですね、この高速でグレードアップをしてノウハウっていうのを常にアップグレードしてお伝えをさせてクライアントにはさせていただいているわけなんですけども、このノウハウっていうのはね、古かったっていう原因もありますので、しっかりとそのノウハウっていうのは最新のノウハウを教えているところから学ぶようにしてみていただければと思います。はい、3つ目、やる量が圧倒的に不足しているか、これは単にですね努力不足っていう話で、野球の素振りの仕方習いましたと、じゃあ初めて高校に上がってねとか、僕大学時代に大学1年半で中退しちゃったんですけど、僕横国のテニス部入ってたんですね。で、テニスって、最初こういう風に素振りやるんだよっていうのやっても、初めてやるとき結構、球打ち返せなかったりするわけですね。で、とりあえず、コーチとかがですね、ラケットをこういう風に振ってるんだなっていうのを見ながら、あ、こうやってテニスやるんだっていうのをなんとなく感覚でわかるわけですよ。で、じゃあ自分がそれでできるかって言ったら、できないわけですね。何が言いたいかっていうと、知ってるのとできるのでは運での差があるよっていう話なんですよ。インスタグラムでも、こうやってこうやれば、1ヶ月間に1000フォローいきますよ。じゃあ実際にあなたできますかって言った時に、それはですね、やっぱ実践をして慣れていくっていう作業が必要になってくるというわけですね。で、例えば僕はね、起業して年商1億稼ぐのは簡単だと。集客、教育、販売、これができれば1億いきますよって言って、話を聞けば、誰もわかると思うんですよ。小学生もわかる。じゃあ、はい、やってくださいねって言ったら、みんなじゃあ1億稼げるかって言ったら、そこまで行くには、自分の業種にまず当て込んだ場合に、まずじゃあインスタグラムはどういう風なコンセプトで発信をして、どういう風な投稿をしていって、とかっていうのをやっぱ考えていく、設計をしていくっていう、時間が必要なんですね。だからそのために、しっかりとその自分の業種にどういう風に落とし込むのかだったりとか、適切な投稿量をちゃんとこなしているのかとかね。もちろんインスタグラムでいくらノウハウを実践したとしても、1ヶ月間に1投稿しなかったら、それはフォロワー増えるわけないよねって話になっちゃいますので、ちゃんとやるべきよ。これもテンプレートがあるのでね。テンプレートがあるんで、これについてはまた後ほどね、追ってまた動画で、発信させていただきますけども、僕のラインアットの方でもね、こうやってじゃあ具体的にどれぐらいの量をこなせばいいのかっていうのは僕のね、限定ラインアットの方でもね、お伝えをさせていただいてますが、しっかりとこの自分のやるべき量を客観的に判断して、やるっていうのはすごい大事です。これはね、ビジネスでも何でもそうなんですけども、成功する人っていうのは3つの T を守ってると、適切なタイミング、そして適切な行動量を適切な、やり方でやると。適切なタイミングで、適切なやり方で、適切な行動量をなされた瞬間に努力は実るという話になりますので、だから今からメルマガ始めるっていうのは、適切なタイミングには当てはまらないわけですね。今あったら例えば LINE とか SNS と。で、適切なやり方ね。間違ったやり方じゃなくて正しいやり方で、そして適切な行動量、一定の方割を超える行動量をなされた瞬間に努力が初めて実って帰ってくるということになりますので、ぜひね、こうやる量が圧倒的に不足していったからではですね、正しいものを学んだとしても、結果出ないよということになっちゃいますので、ぜひこの3点気をつけていただければというふうに思います。はい、そしてね、より詳しくまた SNS のノウハウ、さらに詳しく知りたいという方は、ぜひね、僕の限定 LINE アットの方でぜひね、登録していただいて最新情報をゲットしてください。今だけね、LINE SNS 集客動画講義、うちでしか教えてない、この業界トップレベルのですね、内容っていうのをお届けしておりますので、ぜひこちらもね、楽しみにしていただければと思います。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。